皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は、銀座マルカンの創設者スリムドカンなどのヒット商品でもおなじみ、様々な成功法則や生き方を説かれている斉藤ひとりさんの斉藤ひとり神的まあいいかです。苦しみからの学びで未来はどこまでも明るくなるよとひとりさんはおっしゃっています。この本では失敗や病気といった一見悪いことのように見える出来事を経験すると、運と神に近づけるよ、強運になれるよということが学べます。神といっても特定の宗教とは関係ありません。新型コロナウイルスという現代人が経験したことのない事態に世界が震撼させられました。経験したことのない日常の変化やコロナへの不安のせいで、みんな本当に辛いと思います。しかしこういうことも世界に必要だから起きた、そう考えなくてはなりません。つまり私たちはここから何か学ばなければいけないことがあるんです。このコロナ禍の裏側にあることに目を向けましょう。そこには大切な気づきがあるんです。気づき、学ぶことによって、今回の苦しみの大きさ以上に飛躍的に神に近づくことができます。そうすれば今抱えているやるせなさや恐れは消えていきます。逆風に負けない強さが手に入るんです。そういう人の人生は盤石で、未来はどこまでも明るいんです。何もかもうまくいくんです。コロナに限らず、誰もが経験するであろう人生の苦しみから学ぶには一体どうしたらいいのか、この本はそのために今必要なことを教えてくれています。ぜひそのきっかけとなりますよう、本日の動画を最後まで見ていってください。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、嫌なことこそ学びのチャンスである。第2章、失敗は成功の練習でしかない。第3章、病気になっても心は自由に楽しむ。どれも非常に重要な学びになっています。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、嫌なことこそ学びのチャンスである。生きているといいことも悪いことも起こります。いいことがあれば神に感謝したり、神に守られていると感じたりすると思うんですが、嫌なことがあるとついてないなぁと感謝の気持ちをついつい忘れてしまいがちです。ですが嫌なことから学ぶと得るものはすごく大きくなるんです。もちろんですね、いいことからも学びはありますし、当たり前の日常にだって学びはあるんです。でも嫌なことからもっと大きな学びを得ることができる、これを覚えておかなくてはなりません。著者のひとりさんは、むしろ嫌なことが起きた時ほど、この裏側にはどんな学びがあるんだろうとワクワクするそうです。嫌なことの代表格といえば、失敗や病気、これがありますよね。この失敗や病気にこそいろんな気づきがあるんです。失敗の苦しみを味わえば、他の人が失敗した時に、今この人は苦しんでいるんだから私まで責めるのはやめようと許せるようになりますし、病気の辛さを知れば、同じように病気で辛い思いをしている人に対して、何か手伝えることはありませんかといたわったり、声をかけたりと優しい心を持つことができます。そうやって私たちはだんだんと神に近づいていけるんです。さて第1章では、そんな嫌なことを学びに変えるための4つのポイントをご紹介したいと思います。まず1つ目が、自分が神であることに気づくこと。2つ目が、笑顔と優しさが神に近づいているサインであること。3つ目が、苦しい時に気持ちを楽にするコツについて。4つ目が、迷った時の正しい選択について。この4つを解説していきたいと思います。それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。まず1つ目、自分が神であることに気づく。最高に幸せな人生を生きるためには、自分が神であることに気づくことが大切です。神に近づくとはどういうことかというと、魂の成長と一言で言うことができます。神は絶対なる愛です。愛と光なんです。そんな愛と光の存在にあなたもなれるんです。失敗や病気から学ぶために、一歩ずつ神に近づいていくことができます。肩の荷が降りて気持ちが軽くなる。明るい気持ちになって毎日が楽しくなる。生きることがどんどん楽になっていく。何もかもうまくいく。そんな今までの人生とは全然違う、最高に幸せな人生になれる道に導かれていくんです。人は誰もが神に守られています。私たちはみんな神から分け御霊をいただいて生まれた存在なんです。神の分け御霊を持ってこの世に生まれてきたんです。だからそもそも自分の中に神がいる、それに気づくことが大切です。
そういう意味では学ぶことで神に近づくというより、だんだん自分が神であることに気づくといった方が正確かもしれません。あなたは神の魂を分けてもらってこの世に生まれてきました。だからあなたの中には神の魂が入っています。あなたはもともと神そのものなんです。その真実を少しずつ実感していくことが学びの本質となります。また守護霊や指導霊といったあなたの幸せをサポートしてくれる存在もいます。守護霊や指導霊も神と同じようにあなたが幸せな道へ進めるよう全力で応援してくれています。神が大いなるエネルギーならば、守護霊や指導霊はあなたの専属のお助けマンのような存在なんです。みんな大いなる神に守られて、守護霊や指導霊にも守られ導かれているんです。だからどんなに未熟な人でもこうして今まで生きてくることができたんです。そのこと自体が神や守護霊、指導霊に守られているという証明なんです。とてもありがたいことなんです。二つ目、笑顔と優しさが神に近づいているサイン。嫌なことから学びを得ようとする人はだんだん神に近づいていきます。すると愛がどんどん大きくなっていきます。愛が大きくなると自分を大切にするようになる。人に嫌われるようなこともしなくなる。自分にも周りの人にも優しい気持ちになれる。だから当然人からも好かれます。時々険しい顔で山の中で悟りを開いたとか、厳しい試練を通じて開眼したとかで悟ったつもり、神に近づいたつもりなだけの勘違いをしている人がいます。ですが目の前にいる人にも笑顔を見せることができないとか、優しくできない人は間違いなく嫌われます。本当に神に近づいた人は笑顔で愛があるんです。それができないんだとしたら、いくら山にこもって悟りを開いたとしても、それは勘違いなんです。神に近づくと自分や人に厳しくなるなんてことはありえません。神は愛と光の存在で、自分にも人にも優しいものだからです。神に近づけば近づくほど優しい顔になっていきますし、明るい笑顔になるんです。人に優しくなるということは、それだけ自分にも優しくなっているんです。だって自分に優しくできないのに人に優しくできるはずがないですよね。そうやって自分にも他の人にも優しくできるようになると、すごく幸せな気持ちになって愛が溢れてきます。それが神に近づいているというサインなんですね。結局は心がけ次第なんです。ひとりさんはよく、神に近づいた人は経済的にも豊かになれますかという質問を受けるそうです。結論は、豊かになることを望めば神に近づくことで間違いなく豊かになれるのだそうです。ただ世の中には、神に近づけば近づくほど地位も名誉もお金もいらないと感じる人がいます。心が豊かになれば十分だと思う人がいるんです。何もない方が幸せだという人もいますよね。こういう場合は、本人がお金をそもそもね、望んでいないわけだから、経済的に豊かになることはないかもしれません。もちろん知らない間に豊かになっているということもありますが、本人が望んでいないのであれば、豊かになるための行動をそもそもしないので、大抵は豊かになりようがないんです。一方、もしあなたが、健康になった、奇跡が起きた、神に近づけた、だから私は経済的にもうんと豊かになって当然だと思っているなら、これは経済的にも豊かになる現実がもたらされます。何事もあなたが望んでいるかどうかなんです。神に近づけば望みはちゃんと叶えることができます。失敗をしたことで病気の人の痛みまでわかるようになる人もいます。病気を通じて失敗した人の苦しみまで想像できるようになる人もいます。身の回りで起こったことから様々な学びはありますし、魂はいろんな形で成長していきます。その中であなたの望みはちゃんと叶っていくんです。3つ目、苦しい時に気持ちを楽にするコツ。では具体的に、苦しい時に気持ちを楽にするコツについてお話ししていきましょう。失敗や病気を学びに変えると言っても、なかなか人はそんなにプラス思考に考えることができないものです。人は失敗や病気が続くと、神様はなぜ私にこんな失敗や病気を経験させるのでしょうかと思ってしまいがちなんです。しかし、それは神がさせていることではなく、あなた自身が選んできたことなんです。あの世にいる時に、今世は失敗や病気から学ぼうと決めてこの世に来たんです。神は、それじゃあ学んで地球での人生を楽しんでおいでと分け身玉をくださっただけなんです。そしてあなたの人生を愛を持って見守ってくれています。どんな形で何を学ぶか、すべて自由にさせてくれているんです。あまりに苦しい気持ちになる時、人は人生は一回きりじゃない、
来世もある、再来世もある、その次の人生もある、人は誰もが永遠に生まれ変わるんだということを忘れてしまいます。人生が今世一回きりだと思うから自分ばかり苦しい目にあって不公平なように思いますが、人は何度でも生まれ変わるんです。永遠に生まれ変わるんだということを思い出せば少しは気持ちも楽になると思います。4つ目、迷った時の正しい選択。あなたに今やってみたいことがあるとします。ところがそれは失敗する確率がとても高いことが分かっています。この場合普通はすごく迷うと思います。そんな時は自分自身に失敗覚悟でもやりたいかと聞いてみてください。それでもやってみたい気持ちがあるんだったら思い切って挑戦すればいいんです。そこまでの思いがあれば誰が止めてもやると思いますし、そしてそれだけの情熱があれば案外うまくいくかもしれません。ただあなたがやめた方がいいかななんて誰かに相談しているんだとしたら、その時点であなたの挑戦はしないと決まっています。成功するために手段のアドバイスは求めることがあっても、するかしないかの根本的なところを人に委ねている時点で挑戦することはないからです。逆に人に相談された時は相談者の行動を全て肯定したり必ず応援する必要もありません。大切な人が明らかに失敗しそうなことをしようとしていたら反対していいんです。本当にやめた方がいいと思うならそれは無謀だよと教えてあげることも愛なんです。ただしその助言を聞くか聞かないか、これは本人の自由なんです。だから助言をして相手があなたの意見を聞かなかったとしても、それを責めたり相手が失敗した時にほら見たことかなどと言ってはいけません。それを言うのはいじめと同じです。本人は失敗から学びますし、次は失敗しない方法を見つけることができるかもしれません。その機会を奪ってはいけないんです。どんな人にもそれぞれの人生があります。自分の人生なんだからしたいことをすればいいですし、嫌なことはしなくたっていい。あなた自身の人生であり、その人自身の人生なんです。自分自身が思った通りのことをしていいんです。しかしどんな選択をしようと、あなたがそれによって楽しくなければならない。これは覚えておいてください。一つだけ間違った選択があるとしたら、自分を苦しめるような選択、これは絶対にしてはいけません。私たちは幸せになる、これは神との約束なんです。これは絶対に守らなければなりません。だからあなたの選択が人生を楽しくすることなら全て正しいですし、そうじゃないなら間違っているということになります。迷った時はこのことを思い出してください。ここで第一章をまとめておきましょう。第一章では嫌なことこそ学びのチャンスであるについてお話ししました。ポイント1、最高に幸せな人生に変わるために自分が神であることに気づくことが大切である。失敗や病気から学ぶために一歩ずつ神に近づくことができる。ポイント2、愛が大きくなると自分にも周りの人にも優しい気持ちを持つことができ、人からも好かれるようになる。ポイント3、苦しい気持ちの時は人生は一回きりじゃない、人は誰もが永遠に生まれ変わるんだということを思い出すことで気持ちが軽くなる。第2章、失敗は成功の練習でしかない。第2章では失敗は成功の練習でしかないということについてお話ししたいと思います。まずはひとりさんの失敗の定義についてお話ししましょう。それは自分で失敗だと思わない限り何が起きようと失敗ではない。周りが何と言おうとあなたが失敗だと思っていなければそれは失敗ではないということです。なぜかというと、失敗としか思えないようなことからも必ず学びがあるからなんですね。これについては第一章でお話ししましたよね。その学びを得て大事なことに気づけたと思えば、それだけで成功なんです。うまくいかない考え方や方法を見つけたという成功なんですね。すべての出来事には学びがあり、そこにどんな意味があるかは本人にしかわかりません。ですから失敗したっていいんです。そこから学ぶことがあれば、それが成功ですから自分を責める必要はありません。ですがどうしても失敗をネガティブにしか捉えることができない人、そういう人もいると思います。そういった人は一旦そこから逃げていいんです。逃げたって神は絶対に見放しませんし、守ってくれます。だからどこからでも何度でもやり直すことができます。安心して逃げていいんです。どんな選択をしたとしても、そこでちゃんと学べばそれは失敗ではありません。あなたが失敗だと思わない限りそれは成功だ。これをしっかりと覚えておいてください。成功だと思って気楽に生きることが本当に成功する人生につながっていきます。
さて第2章では失敗は成功の練習でしかないということについてポイントを4つお話ししたいと思います。 1. 失敗は成功の練習。 2. 何も行動しないことが本当の失敗。 3. 大抵の失敗は大した話じゃない。自分を追い詰める考えはやめよう。 4. 人の目は気にしない。嫌な友人とは縁を切ろう。この4つです。一つずつ詳しく見ていきましょう。1. 失敗は成功の練習。ひとりさんの人生には一回も失敗はないと言います。どうしてかというと、成功までの過程を一切失敗だと思わないからなんです。100回でも1000回でもそれは単なる過程であり失敗ではありません。成功させるための練習をしているだけなんですね。例えば逆上がりができたら成功だとします。この場合20回30回目に成功したとします。それまでの逆上がりができなかったことは失敗ではなく練習ですよね。成功までの練習なんです。この練習の先には必ず成功が待っていると思ってやっているわけなので、成功するまで練習し続けるんです。成功すれば結果往来、それまでの過程は失敗じゃなくなるんですね。2つ目、何も行動しないことが本当の失敗。この世界には波動の法則というものがあります。波動というのは周波数みたいなもので、自分がどんな波動を出しているかで起こる出来事が変わります。つまり明るくて楽しい波動を出していれば、現実でも明るいことや楽しいことが起きてくるんです。すなわちものすごい強運になるんです。反対にいつも暗い波動ばかり出していると、現実もやっぱりそれに見合う出来事が引き寄せられてしまいます。ますます暗い気持ちになるような嫌なことばかりが起きてしまうんです。波動は思いから生まれるものですので、あらゆる現実は全てが思った通り、あなたの波動の通りになっていくんです。もし嫌なことばかり起きているなら、いつも嫌な思いを抱えている証拠と言えます。そして楽しくて幸せな人はやっぱり軽やかで楽しい思いをいつも抱えているんです。そういう意味からすると、絶対に失敗したくないとか失敗は嫌だと強く思えば思うほど、失敗を恐れる気持ちが強くなって失敗を引き寄せてしまうんです。失敗したくない気持ちが強くて、行動する前から何もしないというふうに考えて行動できなくなってしまいます。ネガティブな考え方が行動しようという気持ちを潰してしまう。実はそれが本当の失敗だと気づく必要があります。 3. 大抵の失敗は大した話じゃない。自分を追い詰める考えはやめよう。自分のミスで周りに迷惑をかけてしまうと落ち込んでしまう。こんなことありますよね。でもそうやって自分を追い詰めるような考え方はやめた方がいいでしょう。そういう考えでいると苦しくなるだけなんです。もう十分にあなたは反省しています。これ以上追い詰めてはいけません。自分を不幸にするのは、幸せになりなさいと言ってあの世から送り出してくれた神との約束を破ることになるんです。このことを忘れてはいけません。他人に迷惑をかけてしまった、自分はなんてひどい人間なんだ、そう思うことは確かにあります。他の人に迷惑をかけたらいけない、確かにそうは言うんです。しかしそれでそんなに自分を追い詰めてしまってもしょうがないんです。失敗は成功するまでの練習みたいなものだから、人生には失敗はつきものなんです。あなたがミスをしたように、他の人だって間違うことはあります。失敗は誰にでもあるんです。失敗をした時は迷惑をかけた相手にちゃんと謝って、自分にできるフォローをしっかりすればいいんです。自分を不幸にするほど追い込んではいけません。失敗して人に迷惑をかけたら、その経験から失敗するとすごく落ち込むんだなぁということがわかります。そうすると他の人のミスにも寛容になれますし、相手を許してあげることができるんです。その失敗はあなたを優しい人に変えてくれる学びになるんです。失敗をした時、自分を責める人は同じことを他の人にもしてしまいますので、他の人の失敗も許せなくて責めてしまいます。他の人のことを許したいと思うなら、まずは自分を許すことを始めましょう。そうすると誰が失敗しても、まあまあそういうこともあるよねと思えるようになるんです。失敗してしまったことはしょうがないし、失敗したらどれだけうまく対処できるかを考えたらいい、それだけのことなんです。もしかするとその対処が良くて、失敗したおかげで想像以上にうまくいったよなんてことになるかもしれません。うまい対処法を見つけたら、もう同じ失敗はしないですし、そもそも大抵の失敗は大した話ではありません。自分自身が思い詰めてしまっているだけなんです。皆さん小さい頃からいろんな失敗があったと思いますが、今普通に生きていますよね。
大騒ぎするほどの問題じゃないんです。失敗にはいろんな学びがあります。そこから神に近づけるんです。そう考えると驚くほど楽に生きられるようになります。4つ目、人の目は気にしない。嫌な友人とは縁を切ろう。先ほど何もしないことが一番の失敗だと述べました。しかしそれと同時に、何もしないのは何もしないという行動でもあるというふうに考えることもできます。もし踏みとどまりたいときは、そういう選択があってもいいんです。やっているうちにこれはやめた方がいいとわかることもあります。それはやってみなければわからなかったことです。自分でやると決めた以上は、最後までやり抜かなきゃダメなんだなんていうのはおかしな観念です。自分を縛り付ける必要はありません。100万人が止めてもやりたいことはすればいいし、みんなにやれと言われてもしたくないことはしなくていいんです。続けたいと思えば続けたらいいし、やめたくなったらパッとやめていいんです。それらすべてがあなたの学びになります。同じ出来事でも人それぞれ考え方が違います。それが個性です。個性は全部特別で素晴らしいものです。離婚したり、学校を中退したり、仕事を辞めたり、そういうことをすると周りはすぐに、ああ、あの人は失敗したんだと悪い評価をしたがります。ちょっと自分の価値観に合わないことがあると批判したくなる。それが人間というものです。ですが、それはまだ魂が未熟な証拠なんですね。まだまだ学びが足りないから、魂が未熟で他に考え方を知らないんです。そういう余計なおせっかいは聞かなくていいんです。ただ周りから失敗したんだねと思われること、これ自体が苦しいという人もいます。それはまだあなたの魂も未熟なんです。人からどう思われても気にしなければいいんです。人を傷つける人には、いずれそれに見合った現実をその人自身が受け取ることになるだけなんです。そもそも失敗したんだねなんていう人と付き合う必要があるのでしょうか。失敗があるのは当たり前なのに、それをいちいち指摘する相手は相当嫌な人です。嫌なことを言ってくる相手とはスパッと縁を切る、それくらいの気持ちが大事です。不思議なんですが、そういう気持ちを持つと相手から舐められなくなり、嫌なことを言う人は減っていきます。あなたの強い波動が伝わって牽制できるんです。失敗した時に友人の支えに助けられることもあれば、この人本当に私のことを思ってくれているのかと疑問に思う人もいます。一概には言えませんが、真の友人はやはりそこに愛があります。真の友人と思えない人とは無理して付き合う必要はありません。世の中にはいい人がたくさんいます。にもかかわらず、周りに大した友達がいないのは、実はあなた自身も大したことがないからなのかもしれません。昔から似た者同士が集まるとか、類は友を呼ぶと言います。あなたがいい人なら間違いなく周りにはいい人がたくさん集まります。それが波動の法則です。友人は大事にしなくちゃいけないんだと自分を縛ってしまう人がいますが、嫌な思いをさせる人は間違いなく友人ではありません。こういうことが分かることも魂の成長です。魂が成長するといろんなことが見えてきます。ぜひ失敗から多くのことを学んで魂を成長させていきましょう。それでは第2章をまとめましょう。第2章では、失敗は成功の練習でしかないということについてお話ししていきました。ポイント1、失敗したくない気持ちが強くて、行動する前から何もしないと行動できなくなってしまう。それが本当の失敗である。ポイント2、失敗をした時、自分を責める人は同じことを他の人にもしてしまうので、他の人の失敗も許せなくて責めてしまう。ポイント3、やりたいことはすればいいし、みんなにやれと言われてもしたくないことはしなくていい。やめたいことはパッとやめ、嫌な友人とは縁を切ってもいい。第3章、病気になっても心は自由に楽しむ。第3章では、病気になっても心は自由でいいんだよという話をさせていただきます。第3章では2つのポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。1つ目、病気になっても心だけはいつでも楽しめる。2つ目、幸福を呼ぶ究極の言霊マーイカ。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず1つ目、病気になっても心だけはいつでも楽しめる。病気や怪我をしたり、それによって体に障害が残ったりすると、普通はなんて不運なんだ、どうして自分がと嘆き悲しい気持ちになってしまいがちです。もちろん悲しい気持ちになってしまうのはしょうがないですが、病気を単なる不運として受け止めるだけだと嫌な気持ちになって終わりです。成長もしません。具合が悪くて辛い時にネガティブな感情に飲み込まれてしまうのは簡単です。しかし、ほんの少しでもいいので、ここにどんな教えがあるのだろうと意識できたら、そこには今あなたに必要な学びがあるんです。
病気から愛を学ぶ人もいれば、明るい気持ちを学ぶ人もいます。忍耐力もつくでしょうし、看護師さんの優しさがわかる人もいます。人それぞれ見える景色は違いますから、何を学ぶかも違います。ですが、みんなちゃんと学べるようになっているんです。病気はいろんなことを教わるチャンス。すごく大事な意味があるんです。もちろん体がダメージを受けると本当に辛いですし、痛みがあるとか思うように動かないとか命を脅かすことだから、物体として一番のストレスであることは間違いありません。しかし体の苦しみで心まで苦しくなるのは違います。体を支配しているのは心です。心が主人で体は召使いなんです。苦しいのは体であって、心まで辛くなることはありません。心だけはいつでも楽しめるんです。その証拠に、心が楽しんでいれば体の痛みは少しは軽くなるということがあります。心が苦しんだところで痛みは半分にはなりません。心だけでも常に楽にしておきましょう。2つ目、幸福を呼ぶ究極の言霊、まあいいか。病気をするとイライラしたり腹が立ってどうしようもなくなることがあります。ですが、これを 100% 解決する方法は残念ながらありません。でも言霊の力、これを借りることはできるんです。それがまあいいか。これは神が教えてくれた究極の言霊を持つ言葉なんです。世間ではまあいいかって投げやりな意味で使われることも多いんですが、ここでひとりさんが言われているのはその真逆、神的まあいいかです。神はいつもあなたの味方でいてくれます。失敗しようが病気をしようが関係ありません。私たちは誰もが神そのもので、愛と光の存在ですから、何をしてもうまくいきます。そんな意味を持つのが神的まあいいかです。この言葉をいつも口にしていると、だんだん肩の荷が下りて気持ちが軽くなりますし、生きるのが楽になってきます。未来は明るいと本気で信じることができるようになりますし、人生に対する安心感が違ってくるので、心は明るくなり苦しみも小さくなる。だからどんどん幸せになりますし、運勢も上がっていきます。最初から前向きな気持ちで言えないときは、諦めの気持ちでも構いませんので、とにかくまあいいかという言葉を口癖にするんです。口にしているうちに、自分を尊重し相手を尊重し、愛で信じるまあいいかに変わっていきます。このまあいいかは、世の中にある白黒つかないグレーゾーンを意味する言葉でもあります。この世の中にはどっちでもいいという曖昧なところもないとダメなんです。無理やり白黒つけようとするから生きづらくなるんです。完璧な人でいようとすれば、必ずどこかで歪みが生じます。人間関係もスムーズにいかなくなるんです。肩の力を抜いてまあいいかを口癖にしていると、だんだん気が楽になって辛い気持ちが薄れていきます。神的まあいいかは、魂を成長させる意識そのものなんです。さて、それではここまでで第3章をまとめましょう。ポイント1、病気はいろんなことを教わるチャンスであると考える。ポイント2、失敗しようが病気をしようが、私たちは誰もが神そのもので愛と光の存在だから、何をしてもうまくいく。そんな意味を持つのが神的まあいいかである。いかがだったでしょうか。斉藤ひとりさんの考え方から、少しでも楽に皆さんが生きていけるような、そんなきっかけがつかめたら幸いです。最後にひとりさんは、誰もがなりうる認知症をこんな風に考えているということをご紹介して、本日の動画の最後としたいと思います。年を取ればその分、死が身近なものになるけど、その時に死が怖くてたまらない人がいます。だから恐怖に飲み込まれないように、苦しみを軽くするために神が認知症にしてくれるんです。認知する力が少し低下すれば、死への恐怖感が和らぎます。楽に生きられるようになる。認知症は神の愛です。認知症の家族がいると大変かもしれないけど、そう思うと神の愛であったかい気持ちになれるんじゃないでしょうか。以上になります。本日は斉藤ひとりさんの斉藤ひとり神的まあいいかをご紹介させていただきました。本書には本日の動画で紹介できなかったたくさんの斉藤ひとりさんの生き方が説かれています。ぜひ本書を手に取って一度読んでみていただきたいと思います。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方は、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。また私たちは論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実チャンネルというのも運営しています。そちらも興味がある方はぜひぜひ見てみてくださいね。ということで、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。